長藤尾2月2日台は、日本の実業家。元トヨタ自動車株式会社名誉会長、株式会社、電装社外監査役、株式会社トヨタ自動食器社外取締役、東は武道産株式会社監査役、東海旅客鉄道株式会社社外取締役、公益財団法人日銀協会理事、副会長、一般財団法人日中経済協会代表理事、 会長、一般財団法人全日本剣道連盟会長。君党は朝日大受賞。トヨタ自動車代表取締役社長、同社代表取締役副会長、同社代表取締役会長を務めたほか社団法人日本経団連副会長、社団法人日本自動車工業会会長、財団法人道路システム高度化推進機構理事長、 財団法人高速道路調査会副会長、財団法人財務会計基準機構理事、財団法人駐車場整備推進機構会長、内閣の教育再生会議員、国土開発幹線自動車道建設会議員、ソニーの社外取締役を務めた。祖父は、佐賀県師範学校及び、長崎県女子師範学校元校長の長次男末、旧満州大連子生まれ、父親は、 佐賀県出身。母親は山口県萩市出身。東京大学法学部卒業。1960年、トヨタ自動車入社。米国ケンタッキー工場の稼働開始などを担当した後、1999年、奥田博士の公認として社長に就任。2005年まで務め、会長に就任。2009年の役員報酬は1億3200万円。 2012年の役員報酬は1億4400万円。7年間の在任期間中、従来の車種を次々と廃止し、多くの新車種を発表した。長社長在任中最後の年度決算となる2004年度決算では2000年の日産自動車に続いて、同社市場最高利益を記録。公認の社長は、原価提言の推進役を務めた渡辺勝明。 在任中準備に進められていたレクサスの日本展開も同年8月に果たした。2001年には自動車伝動による最も優れた業界リーダーに選出されている。2013年には代表取締役会長を退き名誉会長に就任し、豊田翔一郎との二人の名誉会長の体制になった。2017年6月の株主総会をもって、 名誉会長を退任し、その後は相談役に就任した。生から在日中国人か韓国人と誤解されることに関し、長の先祖は代々佐賀藩の教育指南法をしていたとされ、近世のトライ者ではないため、親が日本人らしい名前だということで藤尾と名付けたと雑誌のインタビューで答えていた。一方、自らの民族的ルーツに関して、私の考えでは、 先祖が中国や韓国から来たのではないかと思いますと述べている。ありがとうございます。